いただきましょう。関平さんのローカルニュース。やった笑わない完全に黒社会の人みたいな、このコーナーは関平さんが独自に入手された日本人が知らないチャイニーズニュースをご紹介するコーナーでございます。チャイニーズローカルニュース。それではニュースのデータいただけますか。あ、いただきます。じゃあ USB 謎の USB が関さんの手を経てディレクターさんに渡されました。いやではですね、本日は日本人の知らない中国、テーマこちらでございます。ドン、習近平武漢視察の表と裏とありますが、今回このテーマに関する写真をいろいろとご用意していただいたということで、関さん。いや、まあ、習近平武漢視察だけじゃなくて、実は中国ニュースね、全て表と裏があるんです。あ、表のニュース、ニュースを支配している中国共産党宣伝部ですから、表ニュースが、まあ、要するに基本的に嘘だと思えばいい。だから中国の表と裏が日本とは反対です、中国、日本では表が普通の社会やら、裏がヤクザ社会やら、中国反対ですね、表がヤクザでやって、裏が一般庶民の本当の世界です、だから日本と正反対です、反対ね、だから中国共産党宣伝部がヤクザの広報部長みたいな、ただ表に出るニュースが基本的に日本の感覚で言えば裏社会がそういう表になっただけで、なっただけで、本当の世界が裏になってしまった。それ幸いね、昔はね、裏になった本当の世界の真実を伝える手段が庶民たちにはないんですわな。じゃあ幸い今インターネットが発達して、スマホ誰でも持っていますから、誰でも記者になれるんですよ、誰も身近の起きてることを写真撮ってネット上で発信する、まあ、もちろん中国共産党政権が、まあ、そういう本当の世界の発信をするニュースを削除するでしょ、出たら削除する。しかし削除されてもまだみんな出すというね、いたちごっこになっている、だ今回習近平が武漢を視察ということを例にとって、表のニュースと裏のニュースがどうなってるかちょっと見てみるっていう、はい、では早速参りましょう。写真1枚目です、どうぞ。これはね、表のニュース、人民日報新華通信社が発表した、発表した写真、ただしもう一回、念のために言っておくんですけど、中国では表と裏が反対であって、これが裏社会、本当の裏社会ですから、要するにヤクザの世界ですから、それでヤクザ組織のボスがそういう習近平笑うこと何もないわあれ。いや、怖いことです。ヤクザ組織のボスですよこの人、それ以外の何者でもないわ、もう笑うこと何もないよ。真面目な話、真面目に来て、真面目に、もちろん真面目に伺ってます、習近平がそれで武漢視察して、笑顔いっぱいで住民たちに手を振る、それで、マンションの住民たちが、それでな、習近平に手を振って、主席、こんにちはとか、主席、ようこそはな、それがあくまでも表のニュースであって、真実ではない、真実が2枚目から始まる。どうぞ。これが、これは各住民のマンションの各家、習近平が視察するときに、武漢公安はバルコニーに立てるの。イヤホンでしかもなんか連絡してる。いや、情報、異常はないかっていうな。それね、二人の公安ね、堂々とね、人の家のバルコニーに座ってるんね。それが本当の真実や。要するに習近平が取るところが、庶民たちが手を振って、主席こんにちは、あれはただの作り話であって、要するに役者が演じたことで、本当の場面はこれですよ。しかもね、みんなの洗濯物はまだあるのにな、また次、見てみよう。はい、続いての写真です。これもそうですよ、人の家のバルコニーに公安が座ってるやろ完全防護服でね、公安が座ってるやろ、要するにな、習近平が武漢視察、その中の一つの、中央テレビ局が欲しい場面としては、習近平が普通の庶民の住む
マンションの地域を視察した、それで当然どこか行く、はい、それで事前に当然このマンションの、何度ね、並んでるマンションの全ての家に、民家に全ての家に公安が一人か二人が入ってバルコニーを占領するんです。それで市民を監視する。しかもね、そういう場合ね、市民が自分の家であっても公安が入ってくることを拒否する権利がないんです。それ中国ですよ。日本でね、ね、自分たちの家、総理大臣であると誰であると、いや、勝手には入ってこられませんよね。入ってないよ、中国はそんなことないよ。お前の家であってもお前の家じゃない、公安が堂々と入ってくる。もう一つ、それはまたひどい場合、はい、どうぞ。ひどいやろ。子供をその座らせて公安が二人、どういう、そういうふうに監視するんですわ。この家にね、女子供しかいないのにな、公安二人入ってきて監視するんですよ。それが表の真実ですよ。あの自分たちだけ防護服着てるんです。そう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 。あの習近平が庶民たちと手をね、振り合う、あれはね、たったの嘘で、庶民同視察です、ね、そうそう、庶民はみんなそういうふうに監視されてるから、すごいショッキングな。またまた次々どうぞ、どうぞ。それでね、さすが庶民たちも、はい、あのインターネットあるから、みんなつぶやくんですよ。警察が我が家の、これ中国語妖怪というのはパルコリ、警察が我が家のパルコリに座ってる、あ、我々を見せない、見れないようにする、あるいは警察が別の人が、あ、警察がまあそれを我が家の、あのね、バルコニーにも座ってる、あるいは別の人、警察はね、朝9時、午前中9時にもう警察がのどろく、のどろく、我々が眠ってる最中にな、のどろくされて、あの、ノックされて、起こされて、何を起きてるかをさっぱり分からない、あるいは別の人が、うちの家からも何も見えない、ああ別の人、これ LINE のやつ、俺の同僚の家にも2人の警察が監視してる、さらに面白い、警察がこの同僚に対してね、お前が窓口で熱烈関係と叫べと指示する、なるほど、もし熱烈関係ではなく別のことを叫んだら、すぐ逮捕されるっていう、例えば習近平バカ野郎と言ったらすぐ逮捕される、それが本当のニュースですわ。これが裏の、だから表があれヤクザでしかないんですよ、あ、そうでしょ、や、表がヤクザだからこそ裏で庶民がそういうふうにされてるんですよ、ね、ヤクザじゃなければ庶民の家にね、勝手に入り込んで監視すること、そんな国どこにあるかよ、だからさっきあれヤクザ組織で言ったらあれ冗談じゃないんですよ。すごいな、まあ、できね、なんかこうやらせっぽい感じはしてたけど、全部あのこう出てる人たちのこう後ろにはみんないるわけでしょ。そうそうそう、警察が倍によって銃があるよ、なんと。続いての写真見てみましょうか、どうぞ、はい、今度は、いや、しかもマンションの上にな、もう慶安関係者いっぱい、これ全部占領するんですよ。すごい量ですね。すごい量。もちろんこれはまだ習近平来る前の写真、要するに今待機してる、おそらく習近平来たらみんな一斉にこの辺に立ってあちこち監視する、あの後の話はあちこちで、まあ、銃撃手もね、銃撃、あの、ね、そう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 、はあ、人口多いと違いますね、こういうところに入ったら、それ要するにヤクザのボスが一人来るためにな、そうするんですよ。すごいなこれ。そんなヤクザと言わずにして何を言うべきでしょう。皆さんに聞くんですがな。じゃあ また何があるかな。はい、さらに続いてのお写真は。あ、それは表のニュースだな。ね、これも真ん中ここ、新華通信社、人民日報発表した写真、習近平が武漢でな、そういう党員官たちに対してね、重々と何か請求するんですわな。でも実際は習近平という姿なのかとなると次の写真、はい、どうぞ。これは習近平
日向ぼっこしてる。これ誰か言ってるけど、僕は言ったじゃないよ。僕はそこまで言わない。誰かレッド中で言ったのは、これ会社クビになったことを奥さんに言えない人じゃないですよね。実は会社クビになっちゃったことを奥さんに言えない人の姿じゃないですよね。あれは別の人が、あたかも刑務所に入ってるおっさんが、やっとね、あの火を当たる。これ寂しい絵ですね、これ。これは習近平のとなんかね、こんなこれは習近平の本当の姿という、あ、なんかね、なんかもうちょっとかしづいてる人がいてもね、おかしくなさそうなんですけど、すごいいい写真ですよね、でもね、構図がね、とってもなんか黄昏感がすごいですね。そう人民日報はこの写真を絶対発表しない。そりゃ無理でしょう。これまた絶妙のタイミングで撮られましたね、この写真は。しかし、誰撮ったかさっぱり分からない。誰が撮ったんですかね。犯人探し始まってんじゃないですか。もう始まってる。これフォーカスショー。というのは、あの角度から写真撮れるならば、あの角度から銃撃すること、そういうことですよね。できたはずだな。そうですよね。まあ、ということは、要するに何が言いたいかというと、中国のニュースには必ず表と裏がある。ただし、中国の表と裏が日本の正反対。ヤクザが表にあって、庶民たちが裏にいる。まあ、それが中国。はい、はい、以上でございます。いやもう、ちょ、俺あれ。はい、これ。おお、これ。うん、よっぽどお気に入りですね、関さんも。かけたらもう笑わなくなるというか。関さん、この習主席の表と裏を受けてまとめの一言お願いします。いや、ですから中国、はい、ヤクザが表にあって、はい、あの普通の国民が裏に追いやられているというのは中国ですから、その点お忘れなく。ありがとうございました。以上、関さんのチャイニーズローカルニュースのコーナーでございました。ありがとうございました。それにしても最後の写真はもう強烈でしたね。宮島茂樹さんぐらいでしか撮れませんよ、あの写真は。ねえ、不祥宮島さんしか撮れませんよ。ありがとうございました。さあ、では後半のニュース、滝田さんからお選びいただけますでしょうか。じゃあそしたら内政で、はい、どうしようかな。はい、さあ、3番の総理のそれと、こちらとそれほんのちょっとでよくて、はい、であと9番のこちらですか、記者会見ですね。はい、わ、ね、はい、かりました。では、この話題に移りましょう。はい、こちらとこちら、緊急事態、現時点は否定、安倍首相というニュース。